アメリカ人実業家、博愛家のアンドリュー・カーネギーの寄付金で建てられた図書館の総称である。ニューヨーク・カーネギー財団の支援により2500を超えるカーネギー図書館が建てられ、その中には公共図書館システムや大学図書館システムに属するものも存在する。1883年から1929年に、 資金援助を受けた2509のカーネギー図書館のうち1689がアメリカ合衆国にあり660がイギリスまたはアイルランドにあり1 2十号がカナダに存在するその他オーストラリアニュージーランドセルビア西インド諸島フィジーにも少数存在するこの寄付金の申請をした自治体の中で寄付を拒否された自治体は ほとんどない。1919年に最後の寄付金が降りた時点でアメリカ合衆国には3500の図書館があったがその半分近くはカーネギーの寄付金で建てられたものであった。光荒れ1883年に建造された最古のカーネギー図書館はカーネギーの故郷であるスコットランドのダンファームリンにある。ダンファームリンでは図書館の入り口上部に カーネギーの名前とともに、光荒れという標語と太陽の彫刻が装飾されている。アメリカ合衆国で最初のカーネギー図書館は1889年にカーネギースチール社の所在地ペンシルベニア州ブラドックで建てられた。当初、カーネギーは自分が興味を持った街にしか寄付をしなかった。1890年代からは、 彼の財団により寄付の範囲を拡大し、膨大な数の図書館が建てられるようになった。図書館設立の波は、南北戦争後に訪れた婦人会の設立ラッシュと同時に起こった。婦人会は、図書館設立に尽力した団体であり、長期にわたる資金援助を行ったり、自治体に対してロビー活動を行い図書館運営や、 書籍収集などの指示を求めたりした。この結果、アメリカ国内の自治体にある図書館の75から80%が設立されるに至った。カーネギーの信念によれば、彼が寄付金を与える相手とは、勤勉で野心的な人々であり、助けてもらうことに身を委ねず、事情を熱望しこれを成し遂げることができる人々であり、 他者からの助けにより恩恵を受けることができ、また助けを享受するに値する人々であった。人種隔離時代のアメリカ合衆国では、黒人は公共図書館への立ち入りが拒否されるのが普通であった。カーネギーは図書館に対して人種差別中止を要求することはせず、代わりにアフリカ系アメリカ人用に隔離された図書館に対して、 資金援助を行った。例えばヒューストンには、彼が資金援助を行ったカラードカーネギー図書館があった。カーネギー図書館の建物は、個性的なものがほとんどであり、その建築様式も、ボザール様式、イタリアルネッサンス様式、バロック様式、古典復興様式、スパニッシュ、コロニアル様式など多岐に及ぶ。スコティッシュバロニアル様式は、カーネギーが生まれ育った。 スコットランドの図書館に見られる。図書館の建物をどのような様式に基づいて設計するかは各自治体に委ねられている。しかし時が経つにつれ、カーネギーの秘書だったジェームズ・バートラムは、カーネギーの雰囲気とかけ離れた様式が次々と採用されていく状況を見て、憤りを感じていたようである。 カーネギー図書館の建物に大体共通する特徴として、いずれもシンプルでやや堅苦しいものが多く、利用客を歓迎する壮麗な入り口は、ほぼ例外なく階段がついている。この入り口の階段は、学びによる人の向上を象徴している。同様に図書館の外には、啓蒙を象徴するランプポストかランタンが設置されている。20世紀の初めでは、 アメリカ合衆国の小さな自治体ではカーネギー図書館が街一番のランドマークになることが多かった。カーネギーにとって本や図書館はスコットランドで過ごした子供時代からずっと特別な存在であった。子供の頃カーネギーは父が設立に携わった地元のトレーズマインズサブスクリプションライブラリーで本の読み聞かせや話し合いを聞いては楽しんだ。 その後、アメリカ合衆国に渡り、ペンシルベニア州アレゲニーで、地元の電信会社に勤めていた時は、ジェームズ・アンダーソン大佐の個人図書館に通って本を借りていた。アンダーソンは、毎週土曜日になると部下を対象に蔵書を公開していたのだった。カーネギーは、自伝の中でアンダーソンの名を挙げて、働く少年たちに知識を与え、自己向上のチャンスを与えてくれた。 と、10回している。また、カーネギーは、移民でありながら、他者の協力とともに富を築いていった個人的な、経験も手伝って、勤勉に働けば成功できるという素晴らしい社会に、対する確信を強めていった。この確信は、カーネギーの寛大の哲学にとって、また自己評出である、カーネギー図書館の理念にとって、重要な要素となっていた。 カーネギー図書館はほぼすべて寄付金を受け取る町が守らなければいけないルール、カーネギーフォーミュラに従って設立されている。そのルールは以下の通り。カーネギーはアシスタントのジェームズ・バートラムに寄付金申請の合否、決定権を与えた。そこで、バートラムは質問に予定表を作成する。この予定表には次のような質問が並んでいた。特に、 住民が図書館設立に対して意向を示すことや政府が図書館運営のために税率を引き上げることなどは必須要件である。寄付金は1回で全額支給されるわけではなくプロジェクトの進行に従って段階的に支払われる。寄付の記録はデイリーレジスター・オブ・ドネーションズに収められている。例えば1908年の記録を見てみると 毎日10から20のエントリーがあったことが読み取れる。この年度はアメリカ合衆国とイギリスの図書館や教会オルガンに対して毎日寄付金の贈与が行われていた。各自治体に配当された寄付金の合計金額はアメリカ合衆国国勢調査の記録と照らし合わせると1人当たり2ドルという計算になる。多くの自治体が 公共機関を設立するチャンスを狙っていた。この事業を運営していたカーネギーの秘書ジェームズ・バートラムは自治体に対して常に何らかの要求を行った。カーネギーの図書館に関する事前事業は社会に大きな影響をもたらした。アメリカ合衆国で自治体の成長や図書館の拡大が最も盛んだった時期にちょうどカーネギーが図書館事業を行ったのである。 1890年までに州の多くは公共図書館の設立に積極的に乗り出しており図書館を収めるための新しい建物の需要が高まっていたためカーネギーの寄付金提供はまさに渡りに船であったカーネギーが図書館に関心を示しその重要性に対する心情をはっきりとした態度で示したことで図書館はその発展に対して 大きな貢献を享受するに至ったのである。オハイオ州シンシナティのカーネギー図書館内部。オープンな保管書棚はカーネギー図書館ではよく見られる。最初の5つのカーネギー図書館は当時の図書館にとっては一般的な方法であった閉鎖式書家に従っていた。こうにされていない閉鎖式書家から本を持ってきて水筒机のところに持ってくるよう利用者は 図書館スタッフに要請していた。運営コストを削減するため、カーネギーは、本館の後に作られたピッツバーグ近郊のいくつかの文館の開設とともに当時にとっては、革命的な開花式、またはセルフサービスの書夏方針を作り出した。この流れに沿った家庭は利用者に、書棚へのオープンアクセスを許した。カーネギー図書館の設計者たちは、一人の利用者が、 全体の運営を見渡せるように、ピッツバーグ銀行のいくつかの文館を設計した。本や、その他の物品の窃盗は、電子的窃盗防止器具以前である、この時代では、主な関心ごとであった。したがって、伝統的な閉化式図書館で使われていた、水筒机に代わる図書館のサーキュレーションデスクは、戦略的に、正面入り口の、ちょうど入ったところに置かれていた。 近代図書館で用いられてきた水筒机より大きく、威圧的なことにサーキュレーションデスクは、ロビーの幅いっぱいに広がっており、正面入り口と書物室の、物理的精神的障壁としての役割を演じた。数十年後、ピッツバーグホームウッド文館の館長のジョイス・ブロードス。ジョイス・ブロードスは、フロントデスクのこのデザインを、戦艦と呼んだ。最初に解説された、 開花式の文館は、ローレンスビルローレンスビルにある、アメリカで6番目に開設された、カーネギー図書館であった。2番目は、ウェストエンド文館アメリカでの8番目の、カーネギー図書館マイナスであった。パトリシア・リューリーは、こう記述する。単にロビーを超えた位置づけで、もはや水筒机ではないサーキュレーションデスクは、ローレンスビルの中央ステージを占めていて、 その両脇にある回転ドアを通り、図書館利用者の油断のない視線の下で利用者に、続けざまに、開花式書棚へのアクセスを認められた。窃盗を防ぐために、書架は放射状のパターンに配置されている。ロビーの両側面には、一般読者室があり、図書館としては、初めての子供のための部屋がありました。読書室は、 腰の高さからなるガラスの壁によってよく見えるように分けられている。建築士屋であり、シンシナティ大学の教師であるワルター・アイラングザームはこう書いている。開花式書家は人々に閲覧することを奨励する。人々は自分が読みたい本を自分自身で選ぶことができるため、カーネギー図書館は重要である。この開花式の方針は、 平和式を採用していたそれ以前に開設された図書館にも最終的に採用されるようになった。カーネギーはその事前活動を公益信託に帰宅したことから現在までその活動は継続されている。しかし、事前信託はカーネギーの生前から図書館の設置に関わる活動を縮小していった。今日でも活動自体は継続しており、 例えば、南アフリカなど一部の地域では、図書館プロジェクトが継続している。カーネギーが資金援助を行った図書館のうち、数百の建物は、今では図書館としての役目を終え、博物館、地域センター、事務所、住宅などに使用されている。それでも、アメリカにある、半数以上のカーネギー図書館は、建造から一世紀以上経った今日でも、 中引く所得者層が多く住む地域などを中心に図書館としての機能を保っている。例えば、ニューヨーク市のニューヨーク公共図書館システムでは、図書館システムを構成する39の建物のうち、31がカーネギーが出資した図書館である。同様に、ピッツバーグの公共図書館システムは、本館及び18の文館がカーネギー図書館であり、 ピッツバーグカーネギー図書館という名称で知られる。ワシントン DC 歴史協会の建物はもともとカーネギー図書館であり、現在ではアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。1940年代後半、ニューヨークカーネギー財団はアンドリューカーネギーが自治体の公共図書館や教会オルガンの設置のために行った。 寄贈品や助成金に関する資料のマイクロフィルム化に着手した。その後、原本は廃棄された。現在、各資料を収めたマイクロフィルムは、コロンビア大学の気象本、趣向図書館が所有するニューヨークカーネギー財団、記録コレクションの一部として研究用に公開されている。不幸にも、各カーネギー図書館の写真や、 設計図のマイクロフィルム化は行われなかった。マイクロフィルム化された資料の内訳は、往復書簡記入された申請書や質問票新聞の切り取り、イラスト、建物の寄贈に関する文書など、多岐にわたる。イギリスでの活動に関しては、各種資料はエディンバラに収められている。1930年代より、国立公園局の歴史的アメリカ、 建築調査プログラムのもと、一部の図書館はその構造が綿密に計測、文書化され、写真に収められた。また、現地の歴史協会が並行して、その他資料を整理した。アメリカ合衆国にあるカーネギー図書館は、今日における用途にかかわらず、その多くが国家歴史登録財に指定されている。ありがとうございます。